ハズバンドエドワード・キンメルは第二次世界大戦期のアメリカ海軍の軍人。一時は大将であったが、真珠湾攻撃を受けた責任を問われて降格されたため、最終階級は少々であった。キンメルは1882年2月26日にアメリカ合衆国権タッキー州ヘンダーソンで生まれた。父親は陸軍軍人で少佐だった。 1904年アナポリス海軍兵学校卒業、同期にはウィリアム・ハルゼーがいる。第一次世界大戦の時フランクリン・ルーズベルト、海軍次官の副官を務めた。このことがきっかけで、ルーズベルトのお気に入りの一人となる。その後、主に戦艦関連の勤務の後1937年に、少々に昇進、第七巡洋艦船隊司令官を経て、 戦闘部隊巡洋艦軍司令官となる。ルーズベルト大統領の合衆国艦隊へのハワイ新自湾定中命令に反論したため、ジェームズ・リチャードソン大将が1941年1月に合衆国艦隊司令長官を解任された後、1941年2月1日付の合衆国艦隊再編で設けられた太平洋艦隊司令長官に、 専人三十一人を飛び越して就任。同職は対象ポストであるため、中将を経ずに対象に昇進した。太平洋艦隊司令長官には、金メルよりさらに一年後輩の公開局長、チェスター・ニミッツ少将も就任を打診されていたが、ニミッツが弱敗を理由に辞退したため、金メルが選ばれた。ルーズベルトの強引な人事の典型で、党の金メル本人も、 この決定には驚いていたという。しかし、大日本帝国海軍による真珠湾攻撃の責任から1941年12月17日付の大統領命令で司令長官を解任されたため少将に戻り、1942年3月に予備役となった。1968年3月14日、コネチカット州で死去86歳だった。 1941年8月、ハワイを訪問したルイス・マウント・バッテンを出迎える、キンメルト・ショート大日本帝国海軍による、真珠湾攻撃により太平洋艦隊の戦艦と、ハワイ航空基地に甚大な被害を受けたアメリカは、12月17日の大統領命令で、陸軍中将、ウォルター・ショート・ハワイ方面陸軍司令官と共に、司令長官解任。 12月23日に最高裁判所、ハンジオン・ロバーツを長とする、ロバーツサモン委員会が開催されると証言を行うが、処分は覆らなかった。アメリカ参戦後に復活した合衆国艦隊司令長官には、大西洋艦隊司令長官、アーネスト・キング大将が、太平洋艦隊司令長官の後任は、ニミッツ少将が大将に昇進して就任した。 大戦後アナポリス同期の友人だった、ハルゼーは、サタデーイブニングポストの自伝の中で、私のあらゆる経験の中で、これほどひどい逆境のもとで、艦隊の効率を上げ、また戦争準備にこれほど、懸命に尽くした、合衆国艦隊司令官を、私はこれまで見たこともなかった。さらに、この時誰が指揮しようと、 キンメルンが実施した以上に成し遂げることのできた士官など一人もいなかったに違いないと私は思っていると擁護した。1999年5月25日、ハズバンドキンメルとウォルター・ショートの名誉回復決議が上院で採択され、2000年10月11日、会員でも名誉回復決議に採択されたが、時の大統領ビル・クリントンは署名を拒否。最終採決は、 時代ジョージ・ダブブッシュまで持ち越されたが、ブッシュも、以降の大統領たちも署名をしていない。妻は、ドロシー・キンメルで、トーマス・シー・キンケード大将の妹。三人の息子と四人の娘がいた。長男のマニング・キンメルは、アナポリスを1935年に卒業し、太平洋戦争中は、少佐、潜水艦ロバローの艦長であったが撃沈され、戦死した。 キング合衆国艦隊司令長官兼海軍作戦部長はキンメルの次男トーマスキンメルを潜水艦の副長から陸上勤務に転属させる幼児記事記に命令した。ありがとうございます。